はい、どうもこんにちは、ヨネオチャンネルです。よろしくお願いします。今日はですね、川越駅に来てますね。ちょっと今日はね、友人のあの舞台があるってことで、まずはそれを見に行きたいと思います。その後にあのちょっとブラブラと散歩してみようと思いますので、よろしくお願いします。川越もね、だいぶ久々に来ましたね。こっち側のね、出口はあんま来たことないんですよね。なので変わったかどうかもちょっとよくわかんないですね。今日はあの妻と2人で来てるので、たまに映っちゃうかもしれないですね。切れちゃうからさ。まあ、別にいいんですけど。合ってる、こっちで。なんか川越市100周年って書いてありますね。100周年でなんかやるんですかね。なんだろう。いや、それにしても土曜日だから、駅周りも人がすごい賑わってますね。今日はね、皆さん知ってますかね、埼玉のなんだっけ、ご当地ヒーロー坂東武人武蔵っていうんですけど、まあ、その武蔵の舞台がここ川越でやるってことで、それをちょっと見に来ましたね。で、昔私その坂東武人武蔵っていうキャラクターが所属というかやっているヒーローショーチームにいまして、まあちょっと知り合いなんで、はい、まあ知り合いの舞台を見に行くって感じですね。階段なんで気をつけないとね。お、なんかすごい賑わってますね。なんだろう、これあれ100周年イベントとかの一環ですかね。イベント実施中って書いてありますね。ちょっと軽く見てみる。ちょっと人が露骨に映ってきたんで気をつけないと。わ、すごい人だかりですね。いろいろなんか売ってますけど、なんでしょう。ここでなんかイベントやるみたいですね。面白そう。わ、すごい。肉とか焼いてますね。うまそう。いやー、いいですね、近くでこういうイベントがね行われる駅って。近くに住んでる人は楽しそうっすね。あ、すいません、失礼します。川越プライスライブショーっていうのがあるみたいですね。なんだろう、ちょっと今で人がいるので、はい、ちょっと説明しにくいんですけど、まあ、いろいろイベントがあるみたいですね。じゃあ先に進んでみましょう。ここは何、なんだろう、上りに川越肉フェスティバルって書いてありましたね。肉のフェスティバル、さあ、まあそりゃそうか、さっきから肉焼いてましたからね。いやー、美味しそうでした。じゃあ行きましょう。
確かまっすぐだったよね。さっきの肉フェスタを通り過ぎてからは、商店というよりかはこっちは何ですかね、住宅地の方なんですかね。ちょっとしたビルとか、どちらかというと、なんだろう、こうショッピングとかを楽しめるところというよりは住宅地メインですね。こんな感じなんだ。川越行くとね、やっぱ逆口メインで動きますよね。あ、目的地着きましたね。ウエスタ川越、こちらですね。いやー、今日は9月中旬なんですけど、まだ日差しが強いですね。暑い。はい、目的地のですね、ウエスタ川越に着きましたね。ウエスタ川越もなんかイベントやってますね。まあ、まだね、その舞台の入場時間まで少しあるので、まあ、軽くゆっくり歩きながら何がやってるか見ながらちょっと進んでいこうかなと思いますね。いや、栄えてますね川越。逆口でもこのにぎわい。メインはね、反対口なんですけどね。ニューデイズとか出店を出してますね。にぎわいマルシェ、にぎわいマルシェっていう感じなのかな。内容的にはこんな感じですね。列車停止装置体験とかって書いてありますけど、あれかな、鉄道関係のイベントなのかな。じゃあ行ってみましょうか。あ、やってますね、列車体験。土曜日になるとね、こういう感じでいろいろイベントが行われてね、東武とかも出してますね。川越工業高等学校、なんか列車と関係あるんですかね。あ、面白そう。コスプレかな。なんか制服のなんかイベントやってるっぽいですね、コスプレ。いろいろあるんですね。ここがウエスタ川越のメインのショッピングセンターですかね。ユニコスっていうところですね。ウエスタ川越の劇場はどこなんでしょうかね。ここかな。ああ、ここっぽいですね。ちょっとここがウエスタ川越っぽいですね。イベント情報とか書いてありますね。あ、リハーサル室って言ってたから多分ここかな。あ、はい、書いてありましたね。バンドオブジン武蔵外伝、つごもりの月。我々はちょっと1回目の、開演を
見ようと思ってますね。はい、ということで、ここはカフェスペースがあるみたいですね。はい、今から劇場に向かいますね。ウエスタ川越綺麗ですね。へえ、こんな感じになってる。ああ、リハーサル室ショーホールって書いてありますね。行ってみましょう。とりあえず入場したら多分撮影できなくなると思うので、ここで止めます。覚えてます。すいません、ありがとうございます。武蔵さんたちですね。何で撮ってるんですか？あ、iPhone です。喋、はい、っていいんですか？あの、でも本物の声だから OK です。すげえ新鮮だな。すいません、撮影させていただきます。ありがとうございます。あ、かわいいっすね。クールな猫さんですよね、少しね。あれだ。サイゾーですね。かわいいですね。イエーイ。懐かしい。イエーイ。ゴーゴー。じいさん。ありがとうございます。じいさん、最後しか出てなかったね。じいさん、あんなになんかこう、何、ちょっと少し体もふくよかだったよね、じいさんね。楽しかった、楽しかった。すごい懐かしかった。超笑った。あの最後のカニの怪人は俺のために出してくれたもん。嘘だろ、すごい懐かしかった。はい。
なんかポーズお願いします。わ、かっこいい。俺もそのポーズ好きなんですよ。歌舞伎ポーズっすか。いやーすげえな。あの夕方も頑張ってください。ありがとうございます。見てもらって分かるけど、そんな戦ってない。もうデブチュだから。もう無理無理無理だよ。だってあのピチピチは無理だ。戦隊系は無理です。ピチピチになるんで。まだ教えてもらわないといけないね。はい、ということで終わりましたね。まあ良かったっすね。あの久しぶりに知り合いにも会えたし、非常に楽しめました。坂東武人武蔵の舞台ということで、ユニコスせっかくなのでちょっと回ってみましょうか。こんな感じですね。サーティワンド。はい、2階に来ましたね。中は野島電機とか三越とかですかね。あります、ね、三越ってあれですよね、百貨店ですよね。でダイソーで、ちょっと広角にしました。そこまで大きいわけではないですね。ここで終わりですね。ここが、こっちは多分クリニックとかそういうのがあるみたいですね。はい、下の方も見てみますかね。八尾港、なんか教室やってますね。はい、まあこの辺に住む人たちが、なんだろう、食用品中心に買い物するようなところになってますね。はい、こんな感じです。はい、こっちはもう住宅地に抜けますね。はい、こんな感じでございます。ということで、川越の駅の方に今から戻ります。なんかこの建物ちょっとヨーロッパっぽいですね。行きましょう。はい、交番が妙におしゃれですね。あのローマ字表記になってますね。はい、これ新しめの建物みたいです。なんていうんですかね、肉フェスやってるところですね。入ってみましょう。
カフェとかいろいろあるみたいですけど、建物の名前は特に書いてないの。ちょっと下から回ってみましょうか。近くにウエスタ川越があるんですけど、ここにもね何かショッピングとか食事をする場所があって、この辺に住んでる人たちは楽しいですね。ちょっとおしゃれですね。この通りとかなんか、ちょっとなんか埼玉とは思えないような感じになってますね。カフェですかね。カシュカシュって書いてあります、ね、おしゃれだな。松崎、ファームスタイル。和食のカタライヤ、なんかちょっとおしゃれな、ご飯屋さんが多く軒を連ねてる感じですね。いやおしゃれだな。なんか今歌のイベントがやってますね。はい、2階に行ってみますか。川越もどんどん栄えてるね、本当に。ダ埼玉とは言わせないよって感じですよね。はい、ちょっと2階覗いてみますか。こっちは、こういう感じで、あの市役所的なところですかね、なんか、サービスステーション、福祉相談センターとか。薬局があって、郷ひろみのアレンジ曲が響き渡ってますね。こっちは川越東部ホテルがあるみたいですね。コンビニ YouTuber もやってるんで、セブンイレブンには敏感に反応しちゃいますね。はい、セブンイレブン、ちょっとおしゃれめのセブンイレブンですね。こちらがタリーズコーヒー。おお、こっちが駐車場になってますね。はい、美容室とか、本当になんだろう、ここだけで
割と友達と会ってね、会食したりとか病院行ったりとか、ここにも銀行とかあるし、お金下ろしたりとか一通りのことはできちゃいそうですね。お、なんかおしゃれなカーゴイインザパーク何？薪火料理、うん、気になりますね。なんだろう薪火料理ってっていう感じで、お、こんな感じで終わりですかね。はい、一応上からこんな感じでフェスが、肉フェスがこんな感じでやってます。はい。